おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年10月9日です。はい、毎日涼しくなっていますけれどもね、体調大丈夫でしょうか？いかがお過ごしでしょうか？ということで、今回もね、3連休真っただ中というところで、結構ですね、昨日、おとといと、カルダの枝に関しては、チャールズさんの発言も含めて、記事が上がってきています、結構な量。毎日ね、いろんな情報はあるんですけれども、特にね、今週末結構上がってきてまして、で、その中で、チャールズさんの発言の中で、これはカルダノエダに限らず、暗号資産全体にとって大事なことかなと思いましたので、これを取り上げていきたいと思いました。ただ、ちょっとね、物騒というかね、穏やかじゃないんですよ。こちらですね、カルダノファウンダー and XRP Community Enter Contentious アーギメントということで、カルダノ創設者と XRP コミュニティが論争に突入というね、穏やかでないタイトルになっています。で、そこでですね、チャールズさんも、ご自分の発言に関してね、やっぱり誤解があるといけないと思ったのか、このように、はい、XRP 側と対立していると言っても、ご自分がね、どのような視点から語っているのかということをね、はい、16個にわたってこのようにね、ツイートしてくださってるんですね。で、私としてはそのね、カルダノエダ創設者、チャールズ・ホスキンソン氏のこの発言を、この短い記事だけでね、誤解していただきたくはないとの思いから、やっぱり全部こちらを、伝えるべきではないかと思いまして、全部翻訳しましたので、はい、お付き合いいただけたら嬉しいと思います。はい、では、最初から行きましょうね。16個全部読んでいきます。で、それを踏まえた上で、先ほどの記事に戻っていきたいと思っています。最近私が一番驚いたのは、XRP 側の SEC 問題に対する、私の最近のコメントに対して、XRP 側の一部から、激しく叩かれていることです。私には常に2つの考えがあって、インターネットではなかなか補えないちょっとしたニュアンスをここで説明する必要があるでしょう。私は常にほとんどのレイヤー1プロトコルは証券ではないという立場をとっています。なぜなら実用性を提供し、世界中にオペレーターやビルダーがいるほど分散化されており、創業者がハウィーテストに合格して生き残ったものを検討するのは奇妙で無意味だからです。ということで、ちょっと余談なんですけど、チャールズさんはこのハウィーのね、スペルを間違えていたんですよ。で、私最初検索した時になんか変な答えばかり出てきて、なんだろうなと思ったら、ハウィーテストだろうと判断をつけて、はい、このように翻訳させていただいています。で、次に行きましょう。石油を投機対象にする人が石油を証券化はしませんし、それは野球カードを証券化しないのと同じです。石油や野球カードを証券化することはいつでもできるかもしれませんが、そうなると明らかな発行者と情報の非対称性が生じますということで、はい、この情報の非対称性という言葉が出てきたんですけど、こちらの用語ですね。これは用語なんですね。こういう用語なんですけれども、はい、情報の非対称性は市場における各取引主体が保有する情報に差があるときのその不均等な情報構造である、売り手と買い手の間でですね、これもなんかありがちだと思うんですが、売り手のみが専門知識と情報を有し、買い手はそれを知らないというように、双方で情報と知識の共有ができていない状態のことを指すと言っています。まあ、そういうふうになってくるんじゃないかというふうに言っているわけですね。はい。暗号通貨は規制と無縁ではありません。市場を安定させ十分に機能するようにし、信頼できるアクターを監視し、カルテルは調査する必要があります。コモディティ規制は性質上原則に基づいた市場志向であり、グローバルなものです。数々のコモディティがかき集められては生き延びています。で、これは証券かコモディティかというところで区別をつけるところなんで、証券だと言われつつもね、コモディティとしてこう生き延びてきてるものも、ありますよということを言いたいわけですね。はい。で、リップル社は、ブラッド、これはブラッド・ガーリングハウス氏で、今のリップル社の CEO、そしてクリスというのは、クリスさんというのは元 CEO で現会長のクリス・ラーセン氏のことですね。あと、デビッドさんは CTO でデビッド・シュワルツ氏。この3人はリップル社側はですね、このような人々が生き残れるようなエコシステムとなるものをリップル社は作りましたということですね。リップル社は、このような人々が生き残れるようなエコシステムとなるものを作りました。私を批判する独立した XRP 軍団が存在すること自体がこの事実を証明しています。この台帳は、これは XRP 台帳のことですね。この台帳はおそらく何十年にもわたって価値の取引を実行していくでしょう。
今回の裁判の争点は、100カ国以上もの国々で何百万人もの独立した参加者がいる中で、一企業の受託者がコントロールできないものに、証券規制を適用しようとしていることの不合理さにあると言えます。このため、元政府職員や現政府職員に対して入念な個人攻撃を仕掛けたり、ビットコインのエネルギーの使用量や中国の影響について攻撃したりする必要は全くないと思われます。個人の腐敗やハビーテストとは何の関係もありません。また、どんな主張に対しても逆効果です。あなたが警察の兄弟だからスピード違反から逃れられたんだと言っているようなものです。制限速度が間違っているのだから、どちらも切符を切られる筋合いはないと主張すべきではないでしょうか。まあ、この辺分かりづらいんで、またちょっとね、後でサクッと 私なりに解釈したことを説明したいと思うんですが、腐敗の疑惑を分析すると、イーサリアムも SEC に訴えられるべきなのに、人間関係の絡みがあって訴えられなかったことを示唆しているようです。しかし、暗号通貨が意味のない枠組みに押し込まれているという、もっと大きな問題は、このことによってどう解決されるのでしょうか。そうと認識された不正や、実際に存在する不正に対して激怒するのは実に簡単ですが、激怒は何の問題解決にもなりません。問題ばかりが増えて、潜在的な協力者が共に働けなくなるため、解決の余地が狭まるだけです。ということで、これね、チャールズさん何を言いたいのかというと、つまり、規制に関しては、それはね、あって叱るべきだということを言いたいわけなんですよね。ただ、XRP 側の主張としては、イーサリアムだってね、なんだかん、イーサリアムだっていろいろね、な絡みがあって、本当はイーサリアムだって訴えられるべきなのに、そうなってないじゃないか、ということを言われていたりとかですね。あと、ビットコインのエネルギーの使用量はどうなんだとか、中国のなんたらかんたらとかね。そういうことはね、直接、今は、大きな問題ではないんだと。それより大きな問題になっているのは、その規制に対して適用する法律がね、きちんと制定されてないっていうことが問題なんだということを、チャールズさんが言いたいんですよね。だから、個人攻撃したり、重箱の隅をつつくようにしてね、あれはどうなんだ、内ばかりを攻めてね、イーサリアムはどうなんだ、ビットコインはどうなんだと言ってみたところでね、それは根本的な問題が増えていくだけで、根本的な解決にはならないでしょということを言いたいんですね。はい。で、次に行きましょう。この1年間、私はこの業界の問題の根本的な原因の解決にあたって、かなりの時間を費やしてきました。立法府は、新しいテクノロジーが生み出したものについて問題解決するための新しい法律を通す務めを怠ってきました。で、ここでもう一つ挙げているのは、立法府に対してですね。だから、その新しいテクノロジーが生まれたら、これまでの経済圏が生み出してきたものとは違うわけなので、それに対応するちゃんとした法律を作るべきなのにね、法案を、法律を作るべきなのに、それを怠ってきたんじゃないのかということで、この立法府を、ちょっとね、非難しているわけです。で、確かに執行とは臨機応変なもので、政治的になることが多いですが、状況によっては行動に移さざるを得ないこともあります。業界としては、ルナ、ビットコネクト、ワンコインなど、数百億ドルものハッキングをなかったことにすることはできません。実際にね、大きな事件、消費者を保護しきれない事件が起きていますので、それに対してはね、ちょっと強制的に、規制を執行していくっていうことも、そういうこともあるよねということは理解しているわけですね、チャールズさんは。現時点では、何兆ドルもの価値が毎年現れては消えていくことを無視することはできません。あらかじめ整えられた規制がなければ、規制当局はそれが理にかなっているかどうか、公正であるかどうかにかかわらず、既存の規則を適用するしかなくなります。ということで、だから法律をきちんと整えて、理にかなったね、公正な法律を本来はこう整えて、それを適用していくことが必要なんじゃないのかと。それがないので、既存の規則をこう無理やりね、当てはめて、規制していくしかないということに問題があるんじゃないかと、チャールズさんは言ってるわけですね。ですから、私たちが共に築き上げる新しい経済を発展させるために、ゲームのルールを変更することは理にかなっているのです。それは以前から行われていたことです。皮肉やいじめは何の解決にもなりません。リーダーシップとたゆまぬ努力が必要なのです。2023年には新しい法律の数々が成立するようになるでしょう。それがアメリカの産業を発展させることができるか、その進捗にひどく害を及ぼすかは、何もかも私たちにかかっています。私たちがどれだけ関与できるか、私たちが協力し合えるか、実際に起きている問題を解決しようとする人々を支援できるかにかかっているのです。ロータイウェイド裁判のような、これは検索すると出てきますので、興味のある方は調べてください。ロータイウェイド裁判のような安定した判決でさえも頓挫しているのを見れば、裁判所は立法府の穴埋めにはなりません。
確実性を求めるのであれば法律を作る必要があります。これが私たちの手がかりとなり、これによって好きなことをすればいいのです。ということで、これまで言ってきたようにですね、ここでも言ってますね、確実性を求めるのであれば、まあ、確実にその公正な、ね、判断を下すためには新しい法律を作る必要があると。裁判所でね、お互いの非をこう攻め合っていたところで、まあ、それが穴埋めすることにはならないよということをチャーラさんが言っているわけですね。はい。で、これを踏まえた上でですね、こちらの記事、言ってみたいと思います。はい。カルタの創設者と XRP コミュニティが論争に突入。10月8日、昨日続けの記事になっています。要点が3つにまとめられています。カルタの創設者と XRP コミュニティが対立。2つ目は、チャールズ・ホスキンソン氏は SEC に関する XRP 側の主張を壮大な陰謀であると言っている。これ見ると本当に確かにね、物騒な感じになってきますね。同氏は、チャールズさんはですね、XRP の件は業界にとって恐ろしいことであり、起きてはならなかったことだと考えている。カルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、米国証券取引委員会との長引く法廷闘争をめぐって、リップル XRP コミュニティとの奔走に足を、闘争じゃなくてごめんなさい、論争ですね。論争に足を踏み入れている。XRP の支持者は以前、SEC の元ディレクター、ウィリアム・ヒンマン氏は在任中、イーサリアム当局と利害相反関係にあったと主張した。また、ヒンマン氏は他の暗号通貨のスタートアップの代表者よりもイーサリアム側と多くのミーティングをしていたとの報道もあったということで、ここをね、XRP 側はこうつついているわけなんですね。前ディレクター、元ディレクター、ウィリアム・ヒンマン氏が、他の暗号通貨の代表者と話し合うよりも、イーサリアムとこうたっぷり時間をとって、ミーティングしていたということで、こうね、人間関係的にちょっとこう癒着してた面もあったんじゃないかという報道があったんだと思いますね。で、これを受けて、カルダノの創設者は金曜日のポッドキャストで、XRP 側の非難は虚偽であると仮定すれば、その主張は壮大な陰謀にあたると述べた。同氏の言葉を借りれば、XRP コミュニティは SEC のインサイダーとイーサリアムとの間にあからさまな汚職があったと、このような壮大な陰謀を捏造しようとしました。私は正直ここで問題となっているのはそれだとは思いません。ということで、これがね、XRP 側の陰謀であるかないかにかかわらず、問題の根本は、さっきものね、ツイートにもありましたように、そこではないんですよね。で、このようなコメントは、XRP のコミュニティには耳障りの良くないものだった。あるユーザーは、ホスキンソン氏を良い人だとは思うが、ちゃんとチャールズさんのこといい人だって言ってるんですね。ホスキンソン氏を良い人だとは思うが、現在の XRP の件に関する、同氏の意見は間違っているとコメントした。このユーザーはどの部分が陰謀で、どの部分が事実かについて議論に応じると言っている。本日早朝、カルダノの創設者は、ツイッターのスレッドで16個にわたり、暗号通貨コミュニティの同氏の発言に対する反応に不快感を示す投稿をした。同氏は、腐敗の疑問を分析すると、イーサリアムも SEC に訴えられるべきなのに、人間関係の絡みがあって訴えられなかったことを示唆しているようだと再度主張した。最近私が驚いたのは、XRP 側の SEC 問題に対する私の最近のコメントに対して、XRP 側の一部から激しく叩かれていることです。私には常に2つの考えがあって、インターネットではなかなか補えないちょっとしたニュアンスをここで説明する必要があるでしょうということで、さっき読み上げたように16個のツイートが続くわけですね。で、最後です。さらに同氏は XRP の件は業界にとって恐ろしいことであり、起きてはならないことで、執行による規制も等しく有害であると考えている。また同氏は新しいテクノロジーが生み出したものについて、問題解決するための新しい法律を通す務めを怠ってきたとして立法府を非難したということで、さっきのツイートの通りだと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。あまり私はね、ここで余計なことを言わないようにしたいと思います。あとは、皆さんでね、考えたり、どのようにね、ご自身が関与できるのか、あるいはどんな風にね、カルダノの枝ファンであればこう支えていけるのかっていうんでしょうかね。そんな形で、はい、新しい、これからもね、さらに良い経済圏をね、生み出していけたらいいんじゃないかというふうに考えます。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。